どうも、こなまるです。きーたろです。こなまる、体調大丈夫？体調はね、一日無事ちょっとなんかチーンって感じだったんだけど、まあ2日目もちょっと安静とって、やっとね3日目収録できるようになりました。まあその直前寒気がするとか言って、なんか怪しい感じだったけどね。そうだね、確かに。だから収録的には2日休んだから、結構うちらもさ、もう2日空いたらなんかすごい久しぶりみたいな感じになるよね。いや本当に本当に、なんかさ、うちらただでさえさ別に毎日喋っててネタ尽きないのに、すごいいっぱい喋ってんのに、うん、2日も空いたらずっと喋るよね、うん、いやそうな、収録関係ないことでめっちゃ話しちゃうよね。いやそうな、恐ろしいよね。どんだけ喋るネタあるんて。仲良すぎ、おもろいよね、マジで。いやそうな、しかもそれでいて LINE も普通にずっとしとるからね。いやそうだわそうだわ、恐ろしいね。でもなんかさ、これは文では伝わらんから、なんか収録の時喋ろうみたいなあるよね。なんかさ、あるそう。なんか分けるよね。分けるおかげでね、うんうん、だいぶ良くなったんで。いやあとはさ、なんか需要競争のやつはもっとストックしとこうと思った。なんか需要競争が全てじゃないけど、もちろん。あ、えドリンク的なやつってこと？そうそう、うん、ドリンクとか、うん、そうだね。で、私ドリンクちょっとあんま好きじゃないから、需要競争のはできたら錠剤錠剤とか言って、うん、そういう錠剤のやつが欲しいよね。あー、なるほどなるほど。うん、今なんかちょっとニンニク系のやつ飲んでんだけど、うん、まだ欲しいなみたいな。ビタミン C も飲んでて、ニンニク系のも飲んでて、でもなんかこう、うん、ここぞっていう時の一発みたいなの欲しいんよなと思って、今は。ファイト一発的なってこと？そう、なんかこういう、例えば本当もうやばいみたいな、緊急事態みたいなやつの時に飲むやつ。でも一回多分教えていただいたやつで、めちゃめちゃ高い2万円ぐらいのドリンクとか見たんだけど。ちょっと待って、2万円のドリンクってどういうこと？でもそれはなんか薄めて飲むみたいなやつだから、ボトルですごい最初は高いけど、一回買っちゃえばいいみたいなやつ。ああ、さ、よく水割りで飲めるってことね。あ、そう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 。にしてもみたいな感じになるよ、一回。やっぱり。2万はすごいな。まあ、もしあればちょっと追加で、ここぞっていうやつあれば教えてください。追加で申し訳ないんですけど。うんうんうん。そうね。まあ、健康第一だからね。じゃあ今日は BE:FIRST のブンブンバックダンスパフォーマンスについて話していきます。で、ちょっとね、だから一回休んじゃったから、一日遅れみたいな感じになっちゃってるんだけど、やっぱりね、ちゃんとやっていきたいから、ダンスパフォーマンスから、はい、はい、取り上げていきます。うん、いやでも、このさ、MV じゃ見れなかった細かいフォーメーションとか、まあもちろんみんなの振り付けとかさ、動きとか結構見れて、またこれはこれでいいよね。いや、本当に。なんか、しかもこれもハテハナ、ハテナハテナの方だったじゃん。うん、そう、もう MV めちゃくちゃ最高でさ、まあ、我々も感想取ったけど、もうそれでさ、まだ見切れてないのに、もう PV も来ちゃったもんだから、てんてこまいよね。結構早いタイミングだったよね。こんな早かったっけ、うん、ね。なんかこう前回もこういうサイクルだったかね、ちょっと思い出せないけど、うんうん、うん、いやもうさ、嬉しい悲鳴よな、なんか、うん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 、うん、しかもさ、今回はMV も出てきた、なんて言うんだろう、あのセット、渋谷ミニチュア渋谷セットみたいなさ、うんうんうん、とこと、あとなんか駐車場みたいなところ踊ってるじゃん、うんうん、川崎っていう噂の。ああ、そうなん、もう特定されとる。あ、そうそう、見た見たらしい。そうなんだ、うん、そう、なんかどこか気になっとったんよね。うん、渋谷ではなかったね。なんで川崎ってなるよね。ああ、ここはちょっと移動したんだ。うん、そうみたい。なるほどね。でもそう、なんかさ、そのメンバーもさ、そのなんか生配信、 MV 公開される前の配信で駐車場ポロって言っちゃっててさ、なんか、あ、そっかそっか、あ、うん、そう、このことかとは思ったんだけど。そう、あ、そう、だからこの2つで踊っとって、この駐車場の感じもなんかいいよね。うん、なんかさ、まあ多分その時の時代にあったような雰囲気の建物の前でみたいな感じだっただろうからさ。あー、確かにね、ちょっとなんかちょっとレトロチックな感じだよね。うんうんうん、うん、ね、なんかそういうなんか合っとるよね、ちょっと雰囲気にね。合っとる。なんかちょっと見た感じだとさ、ゲームって書いてあるからゲーセンなんかな。あー、そっか、ゲーセンみたいなとこでも撮っとったもんね、中身ね、中身っていう中身、室内のやつ。あー、そっかそっかそっか。うん、あ、なんかそれもなんか川崎だったような気がするんだよな。そこなのかな、ちょっとそれわかんないわ。あー、なるほどね。だからその中身のゲーセンのロケ地も川崎説。川崎説あった気がする。
おー、なるほどね。じゃあ川崎と渋谷で今回は、うんうん、作られたわけですね。で、まあ、私は最初から結構気になってて、なんか一番最初ソータでさ、うん、始まって、でみんなでさこうくるくる回ってさ、で涼介がピュ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 するじゃん。あ、ちょっと口笛はね、うん、最近大人になってできなくなって判明したからできないんですけど。ほらね。ね、何のホラーねな。カスカスないよ。確かになんか口もっと力入らんかも。ちょっとやって。ちょっと待って。でもいい感じいい感じ。いい感じいい感じ。頑張るね、じゃあ。でも、すごい最低の戦いって感じ、うちら。最低の感じだったよ、二人とも。私はほんとできてないし。あれ確かにちょっと今なんか思ったより音出んくてびっくりした。いやほんとさ、気づいたらさ、口周りの筋肉って衰えとるんやなと思ったよね。ねえ、切ない。頑張ろう。ほら、曲がりなりにもさ、ほら、喋る YouTube やってるから、ちょっと、口元のマッサージ。ああ、そういうの必要なんかね、やっぱり。うん。お、いけ、できた。音、音程は全然だったけど、できたよ。急に。ちょっとね、何聞かされとるんね。皆さん。さあこれ何でしょう。え、分からん。何、待たせたなって言った口笛で。くったできとるよ。できとったねえ、待って待って待って、振り付けの話じゃないよこれ、なんなら。そうだ。まあまあ、涼介のね、ピュ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 から始まって、でその後さ、りゅうちゃんがさこっちの方向かってさ、同じようにピュ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 するけどさ、まあそれはピュピュピュっていうよりは、なんかこっちにアピールしてくんだけど、舌出しとって、みたいな、りゅうちゃんみたいな、りゅうちゃん。ちょっとそれ、るいくんのトーンで言わんだよ。りゅうちゃん大丈夫、りゅうちゃん。なんか、そう、でもこれ刺さる人多いなと思って、りゅうちゃんやばいなと思って。確かに、しか結構ナチュラルに出したよね。そう、てかさ、りゅうちゃんさ、最近、ここ最近ずっと思っとったんだけど、マジでマジでさ、ちょっと大人になったよね。ね、最近ってか一生言っとる気するけど。いや、わかる。なんか、でもなんか、なんていうんだろう、今までは、そのやっぱザストをね、追っかけてみて、最近のりゅうちゃん見て、ってなんか、なんかその成長に戸惑いが多かったじゃん、結構。うんうんうん。なんか大きくなってしまった、みたいな側面多かったんだけど、うん、なんか、普通になんかかっこよくなったから、わ かる、うん、ね、ありがとうみが増したんよ、すごい。いや、わかる。なんかすごいかっこよくなってくれてありがとうってなっとるよね、今。そう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 。ちゃんといい感じにかっこよくね、成長してくれて。いや、マジで超かっこいいよね、りゅうちゃんね。なんかさ、顔の感じ、うん、なんだろう、さ、最近さ、顔のとこにちょっと筋みたいな入るような感じ。筋みたいな入ってるような感じですね。なんかこう、角度とかによっては。骨っぽさっていうか。ああ、なるほどね。そう、それがさ、ちょっとやっぱ大人らしくなってて、なんか、そうそう、やっぱ少年とかだったら、どうしても丸みとかの方がやっぱどうしても残ると思うんだけど、うんうんうん。うん、そのちょっと骨格感みたいなね、綺麗な。ああ、確かに、そっかそっか。確かに、シュッとした感はあるね。そう、だそれがすごいなんか、ああ、かっこいいなって思う瞬間増えた。うんうん、普通にそうだね。なんかやっぱ可愛いみたいな、幼いっていうところからもう普通にかっこいい男の人みたいな、男性みたいな感じだよね、もう。そうだね。うん。ね、ちょっと寂しさ感じんだよ。いやー、でもすごいね、いいね、かっこいいね、純粋にかっこいいってなるね、うんうん、いやもうずっとかっこいいんだけどね。う、うん、うんうんうん。でも本来さ、このイントロっぽいところはさ、あのマナトがさ制服のところだもんね、MV だと。うん、あ、そうだね。そうそうそう、うちらがさ、あの皆さんの心を沸き立たせた制服論争ね。そうだね。もうコメント欄いただいたコメントがもうすごい制服の話多かったもんね、すごい。そう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 、制服、あの私は絶対あれです、岩前フェスティ見てくださいの、この二大巨頭ね。そう。もう見ますってなったよね。でさ、最初のマナトのパート、誰かが言うのとこ。うん。で、マナト出てきてさ、もうさ、知りたきゃの顔めっちゃかっこよくない？ねえ、カメラ目線でえげつないね。
そうなん、キャノンねーつってさ、で、もう言い去ってさ、もう後ろヒュッとさ、もう、うん、言い逃げしてくん。言い逃げ。そう、それがマジかっこいい。ね。ね、ちなみにカモフローねじゃないのかな。ねえ、ごめんね。いや、ごめんごめん、ちょっと歌詞はちょっと曖昧だった。いや、なんならさ、その次のレオくんもやっぱいいよね。いや、そう、てかね、もうレオくんのこのキャップのレオくんのね感じめっちゃ好きだから。え、あとさ、このなんかベストみたいなのかわいいよね、すごいね。あ、わかる、カラフルでさ、うん、うん、そう、レオくんっぽいんよね。確かに明るい感じのさ、ごちゃごちゃ似合うね。うん、そうなん、そうなん。でさ、その次のさ、ソータさ、なんか、うん、私ナチュラルに見てた時さ、ここのソータの動きやばすぎて、なんか、ウーウェイ、バラバラのところが、なんか早すぎて動きがブルーって当たったんで、ね。えっと思って。わかる。びっくりせん、動き早すぎて。そう、一瞬なんか何やっとるかわからんくなるよね、なんか。そうそうそう。なんか細かいなんかがすごくてさ、そう、なんかさ、ちゃんと注目してみないと、なんかもう何を着てるんですかみたいになってしまうよね。いや、スローモーションでも結構謎な動きしてると思うよ。すごいよね。いや、すごい。え、なんか早すぎて、人ってこんな早く動けるんだね。いや、いや、それ結構特殊能力だと思う、ソータの。いや、なんか私が人のさ動きで驚くのはパルクールみたいな動きと、なんか映画みたいな感じで、そうそう、動くやつと、あとソータのダンサーね。人類の不思議の動き。何これ、不思議だなみたいな思いになる。あ、パルクールかソータかみたいな。そうそうそう、パルクールかソータなんだけど、やっぱ今回そのすごいソータだなと思って。いや、そうなん、なんかしかもソータさ、ピンクのキャップかぶって、しかもファーのさ、結構割とさ可愛らしいなんかさ、うん、服装っていうか、そう、何にさ、すごいえげつない動きするから、そのギャップがさ、またさ、なんか、うん、ねえ、なんかギャルがすごい踊ってますみたいな。いや、でもすごいよ、本当に。いつ見てもなんか巻き戻してみるじゃん。何これってなるよね。そう、結局ね、理解できないの、ずっと何回見てもすごすぎて。なんかさ、そのジュノの時に来たらあんま動かないじゃん、こう踊りというかさ、うん、なんかシーンを映してるみたいな感じじゃん。うんうん、そうそうそう、と思ったらさ、シュントと一緒にさ、二人でやるところからスピード感あって、うん、また動きが始まる感じがいいね。あー、確かに確かに。ね。わかる。そうだ、こういう風になっとったんだ。ね。でもやっぱそのさ、ジュノンのトゥー、夢のトゥーのとさ、やっぱそこで一回ちょっと静寂になって、ジュノンのさ、その美しい声が響き渡る感じもやっぱいいよね。うんうんうん。てかさ、やっぱさ、あの振付師のカイタさんいいね。振付かっこいいね。うん。あ、そうだね。うん、ミリビレの時も思ったけどさ、やっぱこういう曲の要素の時はさ、すごい、うん、カイタさん来てくれって思うね。確かに、このなんかやっぱストリート味ある感じ、ほんと上手だよね。うん、ねえ、ナイフの曲もそうじゃんね。うんうんうん、そう、ラウダーのやつ。うん、タッタラッタッタラのとこだね。そう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 。で、その後1個目のサビ来て、でそこからまた黒ブラのさ、二人の掛け合いのやつじゃん。MV だとさ、スケボーパークのさ、二人を中心にこっち向かってきて、お兄ちゃんがワイワイみたいな感じでさ、それはその、それはそれですごいいい描写だったんだけどさ、やっぱ、うん、こういうパフォーマンスバージョンの二人の掛け合いは、うちらライブでも見てたじゃん。うんうんうん。で、まあライブバージョンあるのは知ってんだけど、あの、一日遅れでやってるからさ、先ダンスパフォーマンスのこと言いたいんだけど、うん、そう、なんか、この二人のさ、掛け合いのダンスってなんか、尊くていいよね。いや、そうなん。やっぱここ並ぶと黒ブラってなるよね。ね。うん。うちら黒ブラ新規なんにね。そうなん、黒ブラ。全然後から知ったみなんにね。12月ぐらいに知ったよね。11月かな。そうだね。いや、でもさ、ここちょっと並んだ時やっぱシュンと下ペロしとるね。出た。そう、そう、出とる、やっぱり。ほんとだ。ね。いや、もうもはや癖の息だよね、このペ、なんかちょっとしたペロは。そう、ペロ、でもこれもう、あれ、もう無意識だとしても、意識してやっとってもどっちでも正解。そうだね。それはそうだわ、うん。そう、どっちでも嬉しい。てかさ、その、まだまだ言うだだったのところ、りゅうちゃんの手の動き、なんか速くていいね。
うん、いやそうなそうな、なんかしかもあとそれどころか道の途中みたいなところかな、それどころか道の途中のところ、うん、なんか、うん、足元バタバタして2人で一緒に踊ってるみたいなのはよくない？わかる、そうあそこいいよね、なんか駐車場でね、でパッパッパッってまた画面切り替わってね、うわそうそうそう、なんかさ、仲間感っていいよねこの2人のね、ねねえ、またさ色が黄色と赤っていうのよくない、服が。いやそうそうなん原色でさ、ね、めっちゃわかりやすいよねなんかいいよねこのね、いい、なんならシュントなんてさ、キャップも黄色でさ髪も黄色でもうすごいイエローマンだから。ほんとだ、めっちゃかっこいいよね、なんでだろうね、すごいね、そうアットラインよそれがめっちゃ、え、なんかさ、うん、そういうさ診断したんかね、イエベですとかさイエベでイエローないやでもめっちゃ似合っとるよねこの傾向、かわいい、かわいいかわいい、やっぱ同系色で合わせるのいいね、うんうんうん、で下がちょっとデニムっぽいからまたバランスいいんだろうね、うんうん、ねブルーだからね、うん、ちなみにさ私その後のジュノンのパートも大好きなんで、うん、わかる、ジュノン筆頭に出てくるやつね、そう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 、なんならそもそもこのなんだろう、パートとしてのジュノンが結構ラップっぽいじゃん歌い方が、うん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 、やっぱさラップすればジュノンは攻撃力高いからさ、俺防御いらないけどみたいなタイプのさ声してくるからまた武器に例えたすっごいかっこいいのに、なんかさ、うん、また振り付けも面白いよね、横でさみんなさ一緒に移動してきてさ、うんうんうん、であとさその I got the shine の動きとかも好きなの、あいいね、でその後ソータのパート来た後涼希のさあのうちらが大好きな遠い夢だとの歌うまのやつね、うん、ね歌うま上にダンスのさこの見せ方もめっちゃ良かったね、いい、いやそうここめっちゃかっこいい、なんか涼希劇場って感じマジでね、うん、なんかさ涼希ってマジでさ目線をこう持ってかれるとこあるよね、うん、いやそう本当もうライブの感想でも言ったけど本当そう、なんか引きつけられるマジでね、エンターテイナーとしての涼希の凄さはさうちらはさマジで肌で感じたから、うん、なんか出てきたらちょっと嬉しくなるよね、だってエンターテイナーだからさなんせ、うん、いやわかるわかる、なんかちゃんとで表情パフォーマンスに合った表情とかもすごいして、表情もコロコロ変わってて見てて楽しいよね、ね、私、うん、個人的にはね知ってるからのとこでちょっとこう顔を隠す感じの仕草がめちゃ涼希らしくて好き、あーいいね。ね。うん。でさ、なんか一番目のサビはさ、結構見たことある動きっていうかさ、TikTok でも見てるし、うん、うん、チャレンジのやつだし、みたいな。で、キャッチーだし大好きなんだけど、二番目のサビもさ、うん、サビでまた振り付け違うじゃん。ね。でさ、ソータがほんとまた見えん動きしとって、何回見てもよくわからんくて、えってなるんや。すごいよね。そうなの。見えん動きってか、っていうか、なんか最初の塊と二番目の塊の間のとこすごいよね、なんか。そう、そう、そう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 。なんかどんな動きしたらこんなことになるんかね。うん、ちょっとわかんない。わかんないよね。ちょっとわかんないね。わかんない。椎茸ぐらいわかんないね、マジで。椎茸ぐらいわかんない。いや、椎茸はわかるけど、上空で言う椎茸ぐらいわからんね。でもちなみにね、わっちゅわっちゅわのところ、あの、うん、ソートセンターのまま、ワーチュワーのとこあるじゃん、川崎のとこで駐車場で、うんうん、あそこの乗り方がやっぱソータ最高に好きな、なんかこう、ね、ヒップホップって感じじゃないね、ダサくない今の表現の仕方私怖しかも俺今こんなまで見えてないからね、暗いから収録中 ね今収録の話だけど、うん、そうわかる、なんか乗り方がさすごい腰低くてすげえ結構そっとって後ろに、そうヨーヨーみたいな、ちょっとダッセダッセどっちもダッセでもそう、あの気だるい感じのノリのやつすんごくかっこいいよね、ねえ、いやこれはさ、うん、なかなか普通じゃ出せんやつよ絶対、うん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 、超かっこいいよね、で全て掴むまで We go ha ha のレオくん、もうどんどん前に来てやるレオくん、うん、めっちゃかっこいいね、いやわかる、結構さ移動してくるもんねレオくん後ろから、そう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 、かっこいいね、うん、きたーってなるよね、でさその後さちょっとトーンダウンしてさ、ここのリュウちゃんめっちゃかっこよくない、マジでマジで、いやそんな若出てきたってなるよね、わかる、いやだからここら辺でさそのさ、うわ大人になられましたね若ってなるそうそうな、もうねえ
なんか泣きそうだったわ、なんか。なんで？なんかさ、マッシュして、こんななんか、今までだったらマッシュしたら、ほんとかわいいね、みたいな。かわいいかわいい、みたいな感じのうちらがで撮ったんだけど、うん、もう普通にかっこいいからさ、マッシュもほんと似合いますね、バカ、みたいな。なんか、うん、そう、ほんと立派になられての気持ちでしかないよね。いや、そうな。首筋やばくない、リュウちゃん。ちょっと待って、そこのさ、そこの着眼点はちょっとさ、粉丸特有のものだから。ちょっと見るね。ああ、いや、確かに、なんか、そうだね。たくましい、うん、なんか、なんだろうね。やっぱ骨の感じなんかな。いや、もう筋肉な感じよ。ねえ、寂しくなったね、急に。なんで急に。結局、もう寂しさ、最近はなんか慣れてきてとか言っとったら、嘘やったん。さっき言ったばっかりや、自分。ねえ、強がっとったかも、ちょっと。何強がりって。何の強がり？で、その後さ、マナトが来て、で、その後さ、シュントの、常識なんてのとこでさ、こうなんか、うん、ちょっとさ、やっぱスローな動きになるじゃん。なんかここら辺セクシーでいいよね。うん。いや、そうな。急にね、なんかストリートじゃない感じになってさ、まあストリートなんだけど、なんかわかる。なんかちょっと生めかしい感じになってさ。うん。なんか曲の中でもこういろんなさ、なんか雰囲気出してくんのいいよね。ね。しかもさ、そのジュノンがその後もう誰もでパンってなんか指パッチンして、うん、指パッチンって表現超ダサいな。指パッチンして。まあ、サビに入るじゃん。なんかさ、ジュノンが動かしたみたいな感じでいいな、みたいな。魔法がなんか解けたっていうか、今からスタートだ、みたいなさ。場面切り替わる合図出したよ、みたいな感じがいいな、みたいな。ああ、だからやっぱ場面切り替わるために指パッチンしたんだよね。指パッチン出せ。で、やっぱ最後のサビだからか。いや、最初からだけど、またソータすごいじゃん、真ん中に来てさ。うん。いや、そうだね。個人的にはね、出て掴むまでね、だだだだーの後ジャンプするけど、ジャンプするんだけど、その時のソータのジャンプがマジで高いんよ。確かに。なんかライブの時もさ、なんかソータだけジャンプの位置高いみたいな感想言ったよね。うん、そうそうそう。てかこれ、いろんな曲でもそうなんだけど、やっぱこれもそうだったかみたいな感じだよね。本当に。ソータってさ、ライブ感想みたいなんだけど、最後までこういう感じだったからすごかったよね。いや、すごい。わかる。てか、ごめん、ちょっと戻るけど、最後のサビとかさ、入るときのブルブル、なんか入るときにちょっとブルブルってやるんとかもすごい。うん、なんか、わかる。小刻みに震えながら入ってくるんだよ。なんかもう、小技が小技ないよ。もう大技な。ね。ブルブルってそんなできんよね、普通ね。いやー、そうなん。あとさ、私、ソータのさ、このファー、このフード周り、なんかフードだと思ったときは、広げるタイプのやつだったんだね。やっと気づいてさ、後ろしかもピンクですごい変わった服着とるね。天使じゃん。え？天使？なるほど。フードじゃなくて、パカって分かれるやつの。そう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 。なるほどね。やっぱエンジェル、天使だったわけね。そう、ソータ天使だからあんな動きすごいよ、多分。いや、すごい。だとしたら、そんな天使いる？ブルブル天使じゃん。天使さん、動き早すぎて見えません、みたいなやつだもんね。普通天使ってさ、もっと、パタ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 って優雅にさ、飛ぶんじゃないんだ。飛ぶかわからんけどさ、天使が。なんか、なんかさ、スティック持ってキラキラキラって感じじゃん。スティック持ってなくて持っとるか、そっか。わからんけど、なんか、キラキラの。でも、スラフみたいな天使もいるし、怖いよね。ルスラフィムのさ、なんか、これはルスラフィムですってさ、なんか AI かながさ、うん、映像化したやつめちゃくちゃ怖かったじゃん。なんか、メンタモみたいなやつでさ。なんの話？天使ってね、位が高ければ高いほど人間の形してないもんね。ちょっと待って、なんだ。で、最後にさ、みんながさ、パチパチパチってしながら、完璧だったって聞こえてくるのがめっちゃいいな、みたいな。ねえ、なんかあえてあそこ残してさ、入れてくれたんいいよね。ねえ、なんかいいよね。この、なんだろうね、雰囲気いいよね、やっぱり。ていうかさ、これ最後の引きのショットで思い出した。なんか生配信でも言ってたけどさ、この駐車場ちょっと斜めになってたから踊りにくかったみたいな言ってたじゃん。ああ、うんうん。そうだ、確かにちょっとやっぱ左側がやっぱり両脇側がさ、やっぱちょっと高くなっとって、やっぱちょっと坂みたいなところで踊っとるから。ああ、大変だっただろうね。でもこのゲームを絶対やりたかったんだろうね、監督さんは。確かに。まあ確かにここがまたいい味出しとるもんな。そうだね。ゲームの真下だと多分暗すぎるんだと思う。下がさ、結構空いてるから、駐車入り口だもんね。しかもさ、さっきさ、
なんかちょっと見えたんだけど、これ駐車場の奥側に人歩いとんが見えたから、割とちゃんとなんかロケの時に人いたってなったからで以上でね、今回ブンブンバックのダンスパフォーマンスの感想言ってたけど、いや面白かったね。 MV も良かったし PV も最高だったね。ねえ、しかもさ、怖いのがさ、うちらまだ撮れてないあのライブバージョンがあるからさ、もう止まらないね。ねえ、ダンスパフォーマンスの次の日にライブ出ると思わんくてさ、うん、ねえ、供給がやばいやばい。ねえ、でもなんか本当にさ、久々にこう新曲が出たって感じがしていいよね。うん、いやそうね、やっぱなんかめちゃうちゃうちらもさ盛り上がってるし、やっぱその公式から運営からもすごいなんか盛り上げてるって感じが伝わってきて、すごい楽しいね。ねえ、まあ、だからさ、次のうちらのライブパフォーマンスの感想が楽しみだよね。そうだね。